め。慌てんぼうで寂しがり、間抜けなこともするけれど、おべっかごますり大嫌い、むやみに尻尾は振るものか。旅行けば駿河の国に茶の代わり。ゴロ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 。いい湯だろう。昔からの湯治場でな、冒険連隊の先輩たちも大いにお世話になったもんじゃ。戦闘で受けた傷には何よりの治療なんじゃい。医者が目の前におるんですぞ。いや、つまりその君の腕前の次に頼りになるという意味じゃよ。僕も温泉の方がいいと思いますよ。ほら、わしをバカにする。このデグイン殿はすぐ注射するんですもん。こいつが。お足元にお気をつけよ。神経痛にはここの温泉が一番でございますです、ね、アホ。かっこ悪いこと言うな。頭の使いすぎから来た全身疲労だ。よく覚えて。はい、申し訳ございません。いかがでございます。あ、いい湯だ。それでは私も。本当にいいお湯で。あら、お先客がいるらしいな。どっかの老人連中でしょ。話し相手にいいわい。お前が相手では物足らんからな。いい湯ですな。おお、これはどこのお方か知らんが、いい湯加減ですな。やはり当時ですかな。神経痛、いやいや、頭使いすぎましてな。あなたは？おお、いや、山猿との戦いで傷を受けましてな。え？あら？いやあ、山猿だ！これはブルドックか。何が山猿の温泉だ。これを見ろ。100年も前から犬の国のものと決まっておる。連隊長殿の父上も、またその父上も、その上の父上も、みんなこの温泉のお世話になったと書いてある。よく見ろ。このものは証拠にならんわい。この小屋だって100年前に建てられたものだぞ。よし、それなら山猿のものという証拠を見せてやる。来い、見ろ。こっちは110年も前から、わしのおじい様もひいじい様もひひいおじい様も、それに神経痛には特別よく効くと記録に。アホ、頭の使いすぎによる疲労だわい。どうだ、この小屋だって110年前に建てたものだぞ。こちらより10年前か、問題だな。だが見ろ、国境線はここだぞ。デタラメ言うな。こっちが本当だわい。デタラメだ。そっちこそデタラメだ。やる気か。おうさ、ジュソ、戦闘準備だ。撃て撃て撃て。何のために温泉来たのか分からずに、早くしよう。目覚めしちゃったぞ、こりゃ。ねえ、いかん、銃殺だぞ。と申しましても、向こうは6人、こちらは2人。アホ、貴様それとも軍人か。では医者によく玉砕してまいります。バッバカバカ、お前には隊長のわしを守る義務があるんだぞ。ではどうしたらいいのでしょう。構わないと思ったら丸く収める方法でも考えるんだバカ。はっ、古文書にこんなことが書いてありますよ。ん、敵はひるんだぞ、突撃。待って、え、貴様たち、軍人の約束を破る気か。なんだと。この温泉は喧嘩禁止の聖域だぞ。見ろ。なになに。この温泉は山猿国と犬の国の両方のものである。双方自分たちのものと思って決して争ってはならん。一代目山猿隊長及び冒険連隊長。どうだ。さすがはご先祖様だ。よし、わかった。こうとわかれば文句はない。全員引き上げろ。はい。
浴び行けば駿河の国を。ご先祖様たちの約束で風邪をひかずに済みそうだ。敵同士でも温泉に入れば裸同士で付き合えるってことじゃよ。皆さんと肩を並べて温泉に入れるなんて夢みたいでございますね。昔の人は偉かったでございますね。先生誰ぞ。はいはい、やれやれ気の短いお人じゃな。アホ、先祖の約束がそんなに嬉しいか。は、貴様というやつはどこまでバカなんだ。あんな約束はぶち破るんだ。は、この温泉を我が国だけのものにするんだ。しかしそれではご先祖様の顔に泥を。うるさい、つべこべ抜かすと銃殺だぞ。ここからやつら追い払う方法でも考えろ。しかし、わしの上に鉄砲玉を打ち込んだ連中と裸同士で付き合えるってのは世の中も面白いものだな。温泉というのは不思議なもんですな。体の傷は治す、心の憎しみも洗い落とす。それに炊事が楽であります。何しろお湯は使い放題ですから。これもみんな一代目連隊長殿のおかげだ。ついでに山猿たちと戦争はしないって約束しといてくれればよかったんですけどね。こらこら、虫のいいことを言うな。天獣をおっぱらな。何しろ相手は6人でもやらないと銃殺になる。くぅ、私は不幸な男だなぁと。なんだ。そうだ、この手だ。隊長殿、天才的なアイデアがひらめきましたです。おや、ご散歩にでも出られたかな。まあいいわ、善は急げだ。あのバカ、夕飯の支度をほっぱらかしてどこへ行ったんだ。ああ、もう一風呂あげてみよう。おや、食後の一風呂ですかな。ふん、食前の一風呂だよ。すきっぱらの風呂は体に良くないですぞ。余計なお世話だ。お前ら後にしろ、わしは一人で入りたいんだ。ねえ、裸同士で仲良くやりましょうよ。黙れ、慣れ慣れしい口を聞くと許さんぞ。わしはな、犬と一緒に入るとジンマシンができるんだ。あっち行け。シッシッ。後にしよう。だいぶ虫の居所が悪いらしい。また喧嘩になってもつまらん。では山猿殿、ごゆっくり。腹の立つ連中だわい。追っ払う方法を考えとけと言ったのに、あのバカ一体何をしておるんだ。まったく。キャー、出て出た。これ隊長殿、しっかりしてください。私です、軍曹です。バカ者、どっち、おちょこちょい、ボケ直す。誠に申し訳ありません。まさかあそこに隊長殿が現れるとは。弁解無用。さっきから銃殺だ。葬式にはお湯をぶっかけてやるからな。さようでございますか。ちょいとばかり人違いをしたからといって帰ってからと言わず、たった今さっぱりと銃殺に行ってくださいませ。この温泉を我が国のものにする確実な方法を思いついたのですが、メイドの土産にいたしまして、さあどうぞ。それは本当か。いいえ、どうせくだらんアイデアでございますよ。え、さあお早くどうぞ。闇を言うな、アホ。よし、わかった、銃殺は許してやるわい。はあ、さすがご寛大な隊長殿。久しすぎるか。なるほど、それでお湯をこっちへ引くというわけだね。ここなら地図の上でもはっきり我が国の領土、一歩たりとも入れませんです。さすがお前だ。わしが考えていたのと同じアイデアだぞ。恐れ入ります。急げ、日が昇ったぞ。うわー、よく寝たな。ああ、いい気持ちだ。さて、お年寄りが寝てる間に朝風呂と行きますかい。キャッター。その温泉はお前たちにくれてやるわい。あれ、おかしかな。そっち入れてもらおう。待て、ここは山猿国の領土だ。一歩でも入ってみろ、撃ち殺してやるぞ。やだ、そんな女な。風邪でもひかんうちにさっさと帰る。今朝朝飯で。はい。お会いにくさま。どういうわけだ。なんか細工したに違いない。問題だぞ。あれだ。
だバカみたい。こんな細工で成功すると思うなんて。電気諦めて帰ったと言えるね。そのようで。この温泉は犬の国にくれたそうで、ありがたく頂戴しておくぞ。うわ、軍曹、貴様のくだらんアイディアのために温泉がパーだぞ。直ちに銃殺だ。お待ちくださいよ。あのアイディアは隊長殿も褒めてくださったはず。黙れ、念仏でも唱えろ。神様、仏様、行くぞ。いやいや、あ、やったな。いや違う、あっし、温泉だ。ああ、いいよだ。どうだ、驚いたか。わしらの領土には温泉などいくらでも出るんじゃ。あんなところにお湯が湧くなんて問題だ。猿の奴ら、何かまた細工したに違いないぞ。みんなでこのお湯の元まで行って調べてみようぜ。うん、そうしよう。どこへ行っとったのだ。朝食の支度もせんで。お、なんじゃ。いい湯だな。まことに結構な温泉で。冷やで一丁。おいっか。あすかんで一丁。あんまりやるとやけどと風をいっぺんにやっちゃうぞ。です、おっかさん、おとっつぁん。いいんだよ、相変わらずバカ力で安心したよ。みんな、おばなってよ。あれ、乗れ。いいものだな、モール隊、実にいいものだ。ああ、我々は家族と一緒に住んでいますが、兵隊たちには時たまのことですからな。お、ほら、野良九郎、お前何をやっておる。からいろいろいただいたんであります。チョコレートに、お寿司に、みかんに、まんじゅうに、おせんに。バカ者、そんな小じきみたいな真似をして恥ずかしくないのか。ああ、愉快でありますよ、連隊長殿。おい、これを一つ作ってくれ。はい、はい、ただいま。ちょっと失礼します。ああ、忙しい忙しい。こら待て、話は終わっとらんぞ。連隊長殿、叱らんでやってください。あれで野良九郎は寂しいのかもしれません。みんな家族に囲まれて楽しくやっているのに、野良九郎には面会に来る身寄りもないんです。その寂しさをああやって紛らわせているんですよ。そう思うと哀れではありませんか。うん、私としたことが野良九郎の身の上をとんと忘れておったわい。いかん、いかんな、哀れすぎる。あれでは式に関わるというもんじゃ。今日一日くらい野良九郎に寂しさを忘れさせてやらねばいかん。おう、そうじゃ、良い考えがあるぞ。おい、当番、当番兵はおらんか。はい、お呼びでございますか。ひとっ走りわしの家へ行って女房と子供を呼んできてくれ。はあ。こうごちそうがあるとどれから手をつけていいか迷っちゃうな。これだから面会日は答えられないんだよ。野良九郎、連隊長殿がお呼びだぞ。これからゆっくり楽しもうってのに嫌になっちゃうな。何をグズグズしてる、早く行け。わかりましたよ。まったく、うちの連隊長と来たら気が利かないんだから。これは楽しみじゃん。野良九郎に東兵参りました。お、お、来たか来たか。なんじゃいそれは。お弁当であります。あ、そんなものはそこへ行って、まあ、ここへ来て座れ。いや、さっきはすまんこと言ったな。許せよ、野良九郎。いいんですよ、連隊長殿。今日はお前にとっては辛く寂しい日であろう。わしはそれを忘れとった。いえ、一番楽しい日であります、連隊長殿。いやいや、隠さんでもよい。
は？しかし野良黒もう寂しがらずともよいぞ。わしが素晴らしい贈り物をやるからな。何をくれるんでありますか？家族税を待っとれ。ノラクロじゃ、久しぶりだな。父さんと母さんと弟だぞ。何の真似でありますか？わからんか。わしたち三人お前の一日家族になってやることにしたんだ。嬉しい風がねえや。どういうことでありますか？おれ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 、わからんやつだな。お前は今日一日わしがお前のお父さん、家内がお前のお母さん、息子がお前の弟になるのだ。わかったか、嬉しいだろう。お言葉ですが、自分は辛くも寂しくもありませんから、どうぞお構いなく。なに、わしの孫子の込めた贈り物が受け取れんというのか。いえいえ、わかりまして、受けます、受けますよ。受けないんでしょ。そうかそうか、かわいいやつ、うんとかわいがってやるぞな、母さん。わしらも家族揃って仲間入りしよう。なせがれや。困っちまったな。よう、野良黒、あっち行って陽気に騒ごうぜ。野良黒はわしが面倒見とる。誰だこのおっさん。おっさん、おっさんとはなんだ。おー、リッター長殿。諸君にも言っておく。野良黒は今日一日わしの息子だ。そのつもりで扱ってもらいたい。わかったか、北明朝殿へ。はい、とんだご無礼をいたしました。どうした野良黒、本当の親と思って甘えんか。それより僕はお腹が減ってるんであります。バカ者、軍人の息子は何てことを言うのだ。さっさと息子らしく甘えてみろ。ほれ、お兄さんの剣を取ってやりなさい。はい、お父さん。よろしい、さっさとせい。ではちょっと甘えさせていただくであります。よっ、こら、それはちょっと行き過ぎだぞ。いいじゃありませんの、あなたの言う通り甘えてるんですもの。ねえ、野良黒さん。いかん、剣道というものをわきまえろ。家内の膝枕なんかわしだってさせてもらえんのだぞ。もうちょっと別の甘え方を考えろ。どうしたらいいんでありますか。泣くやつがあるか、剣道というものを考え、本当の息子になったつもりでやればいいのだ。簡単だろうが。でも僕は本当にお腹がペコペコなんであります。本当のせがれと思ってくださるんなら何か食べさせていただきたいんであります。まだ言うのか。軍人の息子というのはたとえ腹が減っていても口には出さんものだ。わしの息子など絶対にそんなことは言わんぞ。のう。はい、お父さん。そんな弱音を吐いとると弟に笑われるぞ。ああ、早く甘えろ。はい、では肩でも揉んでください。よしよし、それでいいのだ、それでよ。まあ、だいぶ凝っとるな、こら。痛い。さぞ練習がきついんであろうな。この辺がカチカチだ。痛い。こら、待て。親の愛情を裏切る気か。なんたる親子者だ。見つけ出したらただでは置かんぞ。冗談じゃないってんだ。連隊長なんかと付き合ってたら飢え死にしちゃうよ。おー、痛い。見かけに言わずバカ力からなんだか。あ、誰か来たらしいぞ。なんだ、脅かすなよ。おいで、おいで、おいで。君も食べろよ。あ、そうか、軍人の子供はそんなことしないんだな。だけど連隊長には黙っててあげるからね、いいだろ。さあ、お食べよ。わあ、嬉しいなかわいいもんだな。こうやってると本当の弟みたいだ。だけど連隊長はいけないよ。甘えろなんて言ったって青押しつけられちゃ甘えられっこないもんの。親不孝者。まんじゅうが胃の中へ落ち着きましたからもう大丈夫ですよ。かわいそうに、お母さんたちは隣の部屋にいますから、ゆっくり眠って早く良くなってちょうだいね。さあ、みんな行きましょう。
今度こそ死ぬかと思ったよ。とんだ面会日だ。奥さんはあんなに優しいのに、どうして連隊長はガミガミ屋なのかな。いや、坊ちゃん、具合はどうだい。あれ、みんな揃ってどこ行くんだ。裏山へ遊びに行くとですたい。そいつはいいな、僕も行くよ。あら、僕ちゃんはまだ寝てなくちゃダメよ。そんなのひどいよ、もう治ったんだってば。こらこらこら、動いちゃいかん。後でお父さんが散歩に連れてってやるからな。いい子だな、おとなしく寝てんだぞ。ああ、どうして好きなようにさせてくれないんだよ。野良黒さんは本当にお腹が空いてたんです。それを何です、食べてる最中に脅かしたりして。万一のことがあったらどうなさるんです。大切な部下じゃありませんか。そんなことでよく連隊長が務まりますね。そうまで言わんでもいいだろう。いいえ、大体お父さんのは親切の押し売りじゃありませんか。あんなことで野良黒さんが喜ぶと思いますの。逃げるんですか。だがいい、野良黒の様子を見てくるんじゃ。いやいや、おらんぞ母さん。ご覧なさい、あなた、野良黒さんはみんなと一緒にいる時が一番幸せなんですわ。宴会日もいいですが、後が寂しいですな。なあ、モール隊、わしは出過ぎたことをしてしまったのかな。お？野良黒が気の毒だと思ってやったことだが、迷惑じゃなかったかと思えてな。いや、そんなことはないでしょう。しかし野良黒のやつ、一度もわしをお父さんと呼ばなかったぞ。照れくさかったんですよ。野良黒だって連隊長殿のお気遣いには心の中で感謝していると思いますよ。ああ、そう思うかね。やっぱりわしは良いことをしてやったのだな。本当のお母さんと思っていつでも遊びにいらっしゃい。はい、ありがとうございます。それじゃさようなら。失礼します。お兄ちゃん、さようなら。うん、元気でな。うん、さようなら。さようなら。さようなら。怒りっぽでいけないな。お母ちゃん、お父ちゃん、お母ちゃん、お父ちゃん。僕愛してる。猫も好きよ。でもまだダメ、お預け。